はい、旅です。はい、来た来た、緊張すんだよね。ついに来た、この回、今年ね。うーん、お久しぶり。なんかあんまりいい顔してないんですよ。僕らあんまり良くないのかもしれない。そんなことないよ。そんなこといいよ、いい年だよ。今年もいい年、ね、ね、まず最初に言っとくのはみんないい年。なんか嬉しい。みんな全員よかった。それ何、世の中全員とは言わない。全員怖いよ。俺見て言ってたよ。俺見て言ってたよ。俺見て言ってた。怖いんだけど。まあ占いの回ですね。はい、星さんに占ってもらう。で、星さんの東洋なんたらは2月からちょうど占いらしいんで。はいはいはい、あ、ちょうどいいです。2月の4日からが。ちょうど良くなったという感じですね。始まる2月4日。あ、旅行者2月4日から始まる。新しい年だから新スタート。あ、新年に始まるのか。絶対出したほうがいいじゃん。さっき言ってくんないとなんか俺サボってそうなったみたいな。それ知っててやったんだよ。嘘つけ。嘘つけ。サボってたの。サボってたの。はい、さあというわけで今年も来ました、はい、星さんの占いですよ、はい、我々の、うん、今いる4人とハーフ君、うん、加えた5人で、うん、まあおのおのの今年どうなるのか楽しみね、うん、いや今年もちょっとね、いろいろ動きがあるのか、うん、去年はどうだったんですっけね。僕ずっと1位だと思って生活してたら年末に2位だったことを知りました。マジでマジで。Kさんが1位だったって噂は、うん、そうだね。たかしさんがやめこれ。俺なんか別に普通だったけど、俺真ん中か4位、ね、真ん中だったけど、忘れちゃってる。こうしてやっぱり自分に謙虚なんで、そうだね、そうそう、ちょっとね、1位には1位にもなんないし、気にはしないんでね。そうね、そこがいいところなの。自分で言うなら、ね、自分でそれ言うなら全然1位にしてもいいけどね。さあ、じゃあやっていきましょう。じゃあどうぞ、4位からいく。4位から行く、ね、今年の2023年の4も地味にやだな。でも全員がいい可能性あるね。でもそれはいないんですよ。4位でも別にそうだねみたいなことなんですね。4位でも大吉パターンなんでしょ。そうそうそう、それもあと聞こう。それは一番いいよ。はいはい、じゃあ4位聞きますか。はい、はい、じゃあ今年運勢が4番目にいい人誰ですか。第4位は結構やだ、ハーフくんです。おお、いないよ。いない、おいない、おおなのかな。一発目にいない、いないのに勝手に占われて4位。まあ、ハーフくんは、うん、ちょっとまあ動きも大事なんだけど、去年が変化の年で、うん、変わり目を迎えてて、うん、そこに変わり目を迎えた今年は、うん、そこに一つ、うん、自分の力を蓄えていく、まあ、力をつけていく年にこれが入ってくるわけよ。なるほど。だから考え方によっちゃ、うん、いい場合もある。その、ここで力を蓄えたものが2年後、うん、3年後みたいに活かせることもある。うん、だけどこの1年だけを見た時に力を蓄えるというのは、うん、あんまり本人の中の成長とか成功とか結果とかにはちょっとつながりにくい。確かに結果が出る年じゃないの、年は。多分この年は大事とでしょ。それはそういう時にしっかり地道に、ね、力をつけていくことが大事、ね。それができていくと、うん、ハーフ君は、うん、まあ、いいんだけど、こういう時に、まあ、サボっちゃうようなこと、ああ例えば極端に言うと何も自分を、うん、まあ、磨かないような作業、うん、ただ日々ただ過ごしちゃうとか、うん、何もしないとか、うん、になってしまうとちょっともったいないなって感じ。なるほど、うん、じゃあ危ないってことですね、ハーフ君は。そうなったら決定すな。そうなったらね。でそれもっと悪くなると悩みに入ってくる。ああ、悪くなるとね、もっと悪くなると悩みだろう。悩みってものは一切なかったですからね、ハーフ君に。そんなことない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 。毎週いつもふわっとしてたけど。そう、だからこういう時って悩みを抱え込んじゃうとか、うんうん、どんどんそっち側に行くと、うん、まあ、考えすぎちゃう方向に行っちゃうんだよね、うん、そこに行くと少し危険だなっていう感じはある、うん、はいはいはい、はい、だそうならないことが、まあ、ハーフが大事。はいはい。でどうしたらいいかっていうと、本当はこういう時は、うん、まあ、さっき磨くって言ったんだけど、うん、もう一つはやってみるとか、うん、チャレンジしてみるとか、挑戦、動いてみるとか、うん、なんかそういう気構えできてるとうまくいきやすい。へえ、まあ、結果それ磨くことにつながりそうだもんね。そうそうそう、だからなんか考えてもわかんないや、まあやってみようみたいな感じのがいい。大事なんだ、そういうの。そうそう、それが大事。そうそう、意外とうまくグーってきたから。なるほどね、うん、あんま考え、もともとあんま考えない方がいいんだけど、うん、より今年は考えすぎは注意。なるほど、うん、という結果でした、ハーフくん。見てないと思います。絶対見てない。でも悪くなさそうですね。ね、でも、え、結果的にこの4位はどういう位置なんですか、その全体、まあ、大吉度胸みたいな。ああ、悪い方でなのか微妙。ね、
あの動き次第では良くなるんだよね、これハーフくんは。さっきも全然いい方上がってくる。そう、その自分を磨いて行動を起こしていけるといいんだけど、うんうん、そうじゃないとこうなる。あ、そうか、例えば可能性としては両方遊んじゃったり、ただ遊ぶだけの1年にしちゃうとか、なるほどね、なんか去年とかはない単なるダラダラと過ごしちゃいましただけの1年にしちゃうと、うん、そうではないって。なるほど、うん、どっちにもいけるんだ。そうだから本人が磨こうっていう意識を持つっていうかね、なるほどね、やってやるぞっていう意識を持ってるかどうか。なるほど。でももうめんどくさいからいいやなのか、うんうん、なんかそこなんだよね。なるほど。そうだ、変わるね、本人がどう思ってるか今。うん、なるほど。で去年がその一つの変わり目起きてるから、うん、そこで変わって何か次なる展開に動けてると一番楽。はいはいはい。その変わり目すら知らないから、ね、それは分かんないから、その時会ってないから全く分からん。だから会ってない人の情報を会ってない人たちが語ってるから、ね、全く分からん。分からん、分からん、これが、はい、どうなってるかという結果で、そういう結果でした、はい、さあ次3位です。うわ、この中にビリーがいますからね。そうか、いやそうだよ、もうビリューは確定、疑ってかかった方がいいです。うわ、疑ってかかった方がいいです。疑う覚悟したりでいいし、サインならもういいな。もうサインでいいな。全然上目指さないじゃない。ちょっと怖いもんね、最後に残るのは。確かに5位はやだな。確かに5位は怖い。3位は、うん、K さん。おお、陥落だ。あのやばい、あの1位から陥落してきた。いや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 、あの K が、そんな大げさなことなの。強運の K が。いやいやいや、そんなことないでしょ。 K さんはね、まあ、いい面もすごいあってこれ、うん、あのサインなんだけど、うん、なんかね、ちょっと難しいところでもあるんだけど、うん、E っていうのはすごい結果出るかもしれないの、うん、今年、うん、それでいい結果が出たり、はいはいはい、まあ、例えば会社で言うと出世したりみたいなこととか、はいはいはい、こう上昇気流に乗ってくるの、うん、ただ同時にストレスも溜めたり、うん、疲れが溜まったり、うん、体を下手したら壊したりとかも動いちゃうわけ。だからもう今壊れてるもん。壊れてるのかよ。お前はすごい出るもん。2つ来てるわけ。ああ、来てるかも。だからすごい難しいの。いいのとプラマイが来てるんだよ。そうなのね。だからすごい上がる可能性持っちゃうんだけど、無理すぎて体壊すも出てくる。いや最近ね、でも本当にちょっとね、やばいんです、そういう意味では。これでも大体こうじゃない。良かった時はないですよ。3、4年大体この直近3、4年大体こうですよ。あーあー、きついなーみたいな。3、4年ずっとこんな感じだけど、今日も朝起きれなかったしね。なんかずっと言ってるから、やっぱりね、それはちょっと合ってますね、やっぱりね。人気じゃなくなるな。これ病気になったらでも怖いね。別にこれ不調ならまださ、別に変わんないから。もう僕、耳鼻科に2回行ってますわ、今年もう。え、あ、もうすでに耳血出たっていうのと、気をつけて。だからストレスを鼻詰まりで、ちょっとストレスの発散方法は大事にしていった方がいいよね。なるほど。まあ、ない、それはないもんね、ずっとケースな ないよ、疲れ取るのもないね。ね、なるほどね。心身ともにリラックスする方法ない。なんか、ね、忙しくはなりそう。だからそれがなんか忙しいのはいいけど、忙しいことがストレスになったり、忙しいことで疲れためてもうダメだになってしまわないような1年は過ごさなきゃいけない。なるほど。じゃないと結果がついてこなくなっちゃう。なるほど。出せる力があるのに結局そこで停滞しちゃうからストップしちゃうんで、難しいですね。そうだから、その忙しさをと自分のまあ、メンタルや体力をうまくコントロールしなきゃいけない。うわー、一番苦手なやつ。大変だわ。一番苦手なやつ。大変じゃん。だから暇っていう感じではあんまない。忙しいんだけど、その忙しさをどううまく自分が向き合うまくやっていくかってことですよね。そうなんだよね。いや、確かにちょっとね、忙しいのは合ってます。忙しそうだ。忙しいでもなく、今年もなかなかいろいろ駆け回って、でもね、結果も出てくるけどね、なんか、うん、なんかそんな余裕もないかもしれない。出した自分が、うん、まあ、例えば振り返ってみれば、あの時はすごい稼げたなとか、うん、いい結果出たなとか、うん、出世したなとかあったとしても、うん、その渦中の時っていうのはあんまりなんか、そう、体感できないんですよね。それマジでそれ。そこすげえか。そこすげえか。結局ね、あと何年後かには、あれ、あの時良かったなんで、あるんですよね。そういう感じになるんだ。そういうのある可能性がある。だから、うん、いいとも言えるんだけど、うん、まあ、やっぱ体力とかそのこっちの方だね、疲れをうまく取り除くことの大変や。やらないのも違うんだよね、何もやらないと。それをマイナスをなくそうとしたらプラスもなくなるってことでしょ。だそう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 、ですよね。やらなきゃいけないんだけど、結局も、はいはい、そうですよね。やらなきゃいけないんだよなっていうのはもう分かってる、今もうそういう状況だから。まさに今。でもちょっとめんどくせえなみたいな、なんかもうそういうのも葛藤ね、毎日。これどうするんですか、どうする。会社とこっちはどういう付き合い方していけばいいんですか、今。
会社とこっち今やっぱ2つ二刀流ね、大谷選手以来の二刀流とも言われてるから大谷が経過経過って言われてるからね他にもいっぱいいるよ他にもいっぱいいるよそんな人こうでなあの本当は、うん、こういう時って、うん、まあ仕事は大事なんだけど、うん、プライベートも大事にしなきゃいけないこういう時は、うん、すごくでそのプライベートを大事にするということは、うん、そういう感覚でできる仕事だと一番楽なわけよあでもそんな、まあ、そこはそんな大丈夫ですそうさそれを保てる例えばこっちのこっちはねそういう感じでなんかね、うん、もう楽しんでできますみたいな感覚でできた方が、うんね、そう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 、まあ、こっちはねもう遊びでやるんだからそりゃそうでしょうね大好きはそうでしょうねおならしてるしねかっこいいから立ち方しておならしてるだけだもん仕事中にね仕事じゃねえよな仕事じゃないよね全然あんなポージングしてお前できないよ時間は大事にした方がいいね、うん、まあまあそれは全然そうだからそういう意味ではこっちとの時間は意外とうまくいけ息抜きなくなるほど、うん、なるほど、ね、そうなる可能性はもっと、うんうんうん、特にあとねなんか新しい子を、うんまあ、今後出会いで取引先や仕事関係とか増えてくるとまたそれもストレスになったりとかしやすいから、まあ、あんまこっち側じゃないのかもしれないそれうわ今それうわそれじゃんそれだからサラリーマンの方がやっぱ大変だと、うん、こっちが息抜きになれるってことね。そうだね。こっちであんまり思い詰めない方がいいよ、ね。そう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 。こっちもじゃあ大変にして。そうなんだよ。新しい人入れて、取引先入れて。追い込ませよちょっと。入れて。ケイさんと合わない人入れて。なんで？入れんだよそんなやつ。草屋付きの人ね。草屋付きの人。確かに。一回付きの人。もう一回一回に草屋を食べる。そんなやつ。ぶん殴っちゃうやつ。もう一回いつも草屋なんつよ。これ知らんしょの時だいぶ草屋食べる。入れんだそんなやつ。そうね。はあはあ、なるほどね。じゃあリフレッシュちょっとやっぱ見つければ、なんかね、それもずっと永遠のテーマだね。そう。まあね。それでもだからでも全部をもう仕事じゃなくて遊びって感覚になるのも大事ですよね、うんまあまあまあ、ストレスの感覚もなかなか難しいけどまあね難しい難しいまあねそれは難しいよね難しいお前が言うお前が言ったまあねじゃんねまあね飲まれるお前はちょっと難しいかもそれは無理よねお前が言ったじゃん言われた早返されるまあそうか無理かね、全部仕事みたいにした方がいいってことですね。いや逆にあそうっすよね。いやそうっすよあいつもなんだ。いやそれはそうっすよね。まあそれはそうだよね。それはそう。なんでそんなことしなきゃいけないの。恐ろしい。いやなんでこれ自分で言うの忘れちゃうタイプの。若いやつなんだよ。すぐ忘れてる。やばいんだこと。いやそうなんだよね。だからそれだけだね。ケイさんの場合でこう変に、うん、まあこっちはそうじゃないっても、うん、仕事の場だとね、うん、変に責任感が働くんで、うんうんうん、まあなんかちゃんと頑張っちゃうんだよね。またこれが、うんはいはい、だからなんかそれもまたそれで、うん、まあなんて自分をのストレスになってしまうとか、うん、まあ頑張りすぎちゃうところが出てきちゃうから、うん、だから余計なんかこう追い込まないようにしなきゃいけないね。だから手を抜かなきゃいけない。うまくね、うん、今は。それがいいんじゃない。はいはい。はい。行きましょうじゃあ。ポイントはね。3位がこれこれ。3位はまだ、まあ、悪くはないね。正直悪くない。だからうまくいったら本当すごい上がっちゃうこういう時。だからそこのさっき体調とかそういうことだけ。はい。ああ。ぶつかってそっちね。うん。怖いな君。一応一応怖いね。ちょっとだから今年我々35だからさ、うん、なんかそろそろその健康診断っていうかね。うん。私運動やめてね。ね、そう俺マジで運動やめてから健康診断一回見てないから。ちょっと怖いんだよね今年。うん。だから人間ドック行くよお互い。人間ドックまで行くの？いや35って言わないなんか言わない？気持ち最初は35ぐらいかもね。なんかイメージないって。こいつ一回見たいから。鉄人じゃん。鉄人なのか分かんない。鉄人がいたいわ横に。怖いな。はい。じゃあケイさんは3位。はい。3位でそれか。うわでも体調とか怖いね。いや俺これ緊張すんね。あとこの3人だよ。俺。うわこの中にビリがいると思うと。あそうか。ビリがいると。ビリはやばくない？だって。やばくない？ビリって。いや、まあいいね、ビリはね。うん、ビリはビリで、ね。うん。堂々と。俺じゃん、もう。言い方が。俺に言うじゃん、って。俺に言うじゃん。はい。ずっと緊張してるから、タイさん。緊張してるよ、もう。ケイさんの時の話、頭にとこない。第2位は、はい。はい。私です。やばいぞ、これは。
これやばいよ。これやばい。だって俺33が収穫の時期なの。ついに昔から言われてる。いまだにこれ32で一番下だったりしたら、もう信じられないです。だって33で収穫って言われてるんだから。まあちょっと一回星さんの聞かせて。まあまあね。星さん聞かせて。どんな年なんでしょう。はい。まあ俺はね今年、はい、自分のことで言うと、うん、まあまあ。発展して広がっていくときはね、もう2位だもんね。あ、まあお金とか含めてね、めちゃくちゃいいじゃないですか。広がっていくんですよ。めっちゃいいじゃん。そう、仕事も含めて、仕事も含めて、あ、全てなんだ。広がっていきます。めちゃくちゃいいじゃないですか。いいじゃん。まあだからもうとにかくこう広げるような活動をするのが一番いい、うん、なるほど。広げるつもりでいるんで、じゃあもういろいろ呼ばれたら行ってみたいとか。そう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 、はいはいはい、何でもやってみましょうみたいなね。じゃあうち月30ぐらい呼ぶ、うん、え全然来ないじゃないですか。うち全然来ないじゃないですか。広がりがないから。この部屋出ないしね。この閉ざされた空間で広がりないからね。ここね、広がりの作ってくれるの行くけどね。ゲスト呼ぶわけなら毎回そうね。そういうことね。はいはい、まあ、その代わり広がるということは、うん、収集つかなくなったから、ね、まあまあそうか、なんかそういうことも起こり得る俺の場合は。あ、広がりすぎちゃって大変になっちゃって、ね、まあ、コース楽しみだね。そんな楽しみなんだ。バカがわーってなっちゃって、ね、そうそうそう、そういうことも起こり得るから。あ、大変ですね。だからまあそれは起こり得るよっていうのはあるんだけど、とはいえ広がるチャンスなんで、まあ広がるということがのあるめっちゃいいところで、ね、めっちゃいいじゃないですか。まあいいよね。怖い。これ全体で見た中でも相当いいんですか、ここの2位というより。そう、あ、まあいい方でね、全体で考えると、まあ大吉、わかりやすく言うと大吉までいくかな。末末末か大吉、どう中吉ぐらい。末吉は何だろう。中吉ってあるか。中吉ある。中吉、そうだね、そんぐらいかな、うん。じゃあ1位の人は中吉か大吉かぐらい。まあ仕事だよね、今年は。だから俺、あ、いいじゃん、うん、もう仕事の年で、仕事の年なんですよ。仕事で、まあちょっとだから、あとは忙しくなる可能性もある、うん、こういう時は。なるほどね、まあまあそれはそうだよね。不倫に注意。不倫忙しくなると不倫に注意。なんで忙しくなると不倫に注意。忙しくなると不倫ってことはないと。ないと思いたい。ないでしょ。ないでしょ。なんかしれっと問い詰めてる。ないでしょ。何かを握ってるか。裏あるみたいな。裏あるみたいな感じできてたけど。まあ、まあどっちかっていうと仕事で、はい、まあ、お金とかそういうものも掴みに行き、うん、ついにじゃん、ついに来た、ついにやっとお金掴めるよ、星さんが。星さんが大金、いいね、年収1億、いや年収1億5000万です、ね、いや行かない、そんなん言ってないんだよ。なんかそんな5000なんだ、5000ってすごいな。なんで、なんでここ来てんだろうと思う。なんで来てくれんだよ。なんでハードル上げるんだよ。よかった、もうよかった、ね、それは遊びに来てくれるよ。マイナスにしかなってない。いや、おじさんすごいんだよ、ブランディング。いやいや、完全マイナスなんで、いつも30万だと、判定30万マイナスだそうですよ。マイナスだマイナスだマイナスそうだったんだ。どうにも足引っ張った成金占い師じゃなくてなっちゃうからね。まあね、そうなんです。まあでもいいですね、じゃあ、うん、そうだね、まあ良かったね、俺ね、うん、女の子かな、俺はね、やっぱそんなとこですよ。もう2人うわ、もう1位、先1位、どっちも悪いのやだな、先1位ですか。1位だね、先1位、あれ先1位だっけ、いつも。いや待って、でもさ5位でさ1位の話聞くの無理じゃない。もう無理か、メンタル耐えれないよ俺5位だったら。じゃあ先5位先だ、5位先、うん、5位先だ、じゃあ先5位そうだね、5位から行こう。いやでも俺5位な気がしてるよ。はい、じゃあ5位行きましょう。さっきからずっと俺の方見てんだよ、この人。まあ大丈夫だよみたいな、俺に行くか。5位行きましょう。第5位ははい佐藤さん。これいついつ花開くのよ。いつ花開くの、回収できるのいつよ。かわいそうじゃん。かわいそうだな。1位になってないんじゃないですか、1回も。ねえ。佐藤さん、回収させてあげてよ。やばいじゃん。なんで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 5位、結構な5位。だってハーフくん結構落ちてきたの。全体の5位として。そうして10段階、うん、ざっくりイメージ。こう、佐藤さんのこの5位っていうのは、うんうん、1位にもなる5位とか人相だよな、また去年もなんそんなこと言ってた。1位になることはない。1位になることないの。ないんだ、ちょっとなかなかないだもんね、あのまあいずれはねまた上がってくるんで、まあそれはね来年なんですよ、上がるの。来年のためのバネ
まあまあ、そう、バネではあるんだよ、バネではあるんだよ。あるんだ。いいように、いいようにフォローしたけど。完全に流したもんね。まあ、俺らと長くなるんだよ、とか言って。だからね、まあ、今年は、うん、大事なこととしては、うん、基本目の前のことを一個一個やっていくって感じだ。うお、コツコツと。そうそうそう、本当に目の前にあるものを一つ一つきっちり丁寧にちゃんとやっていくみたいな、うんうん、そこに欲を書いて何かをするような感じじゃない、うん、例えばこれをやっとけば将来なんかここに繋がって美味しい思いできるなみたいな考えはあまうまくいったで、あとうまそうならなかった結果、うん、だからそうすると損したなとか、なんか良くなかったなんじゃあるよりは目の前のことをちゃんと一個一個やって、はい、それが繋がってるんだぐらいに思わないといけないから、うん、だからあんまり先々の見通しまでをいっぱい計画を立てるという時ではない、で立てない方が逆に、うん、立てても変わっちゃったり、うん、思ったようにいかなかったりうまくいかなかったりすることが多くなると、うんうん、ただそう思って過ごしてればなんてことはないんだけど、うん、でもこういう時は不思議とそう逆にこういろいろ考えちゃったり、うん、逆に不安になったり、うん、場合によって焦りが生まれたりして、うん、あ、なんかしなきゃな、なんかしなきゃな、もっとこれやった方がいい、やった方がいいってなりがちなわけ。でもこれはあんまうまくいかないと、うん、なるほど。だからそれだったらもう本当にやるべきこと、今やらなきゃいけないことをちゃんとやっていく、うん、ということを積み重ねていく時代なの。それができれば、うん、なんてことないんだけど、それが焦っちゃうってことですね。そうそう、ちょっと気持ちが、じゃあ旅もまだ上げなくてもいい。じゃあ逆逆目の前の目の前のことやってないことがあるならそれはしっかり、あれまだ目の前に来てないんで、あれはちょっとまだまだちょっとまだその辺に置いてあるんで僕は目の前に来てるのをこう処理していかないとうまくいかないんだ。そういうこと、そういうこと。だから宣言したらいいんじゃない、いろんな仕事増えてないなとかって焦んな方がいいってこと。そうそうそう、そこでだったら普通はそうなるともっとなんか営業した方がいいんじゃないかとか、仕事取りから、そう、あとはもっとこうコネがありそうな人と仲良くなった方がいいんじゃないか、そういうのが一番危険。危険だ。だったらむしろ先走んなくていいってことなんだ。この人好きだから俺仕事やろうのか、まだいい。まだいいんだって。まだいい。基本始めちゃいけないぐらい。手広くやっちゃダメなんだ。手広くっていう感じではあんまないね。もし手広くやるんだったらあくまでも自分がそこに追いかけるんではなくて向こうから来るみたいなのがいい。あ、来たのは受けちゃってっていうね。その方がいい。自分から追いかける。なるほど。自分で取りに行くんじゃなくて来たのを裁くっていうスタイル。そで、その場合は裁く場合は多少あのせっかくの縁だからやってみるかでも方がいいかもしれない。なるほど。あんまそこでなんか損得考えたり、うん、はいはいはい、なんかこの人との関係性を考えるとか、もしくは好き嫌い考えたりしなくて、まあまあなんか縁があるのかもなと思ってやってあげると、うん、後々それが良くなるかもしれない。ただそれはあんま気にしなくていいんだよ。後々どうなるかなんかもな。考えすぎちゃうとまた変わっちゃうんだ。そうそうそう。だから基本は目の前のことをとにかく一つ一つ話していくっていうのが大事。なるほど。じゃあ何も変わらず1年過ごせばなんかそう言っちゃないだけど究極そうなんだ。究極言うと本当さ、もしあとあるなら、うん、ね、感性っていうところに非常にこう自分鋭さを出てくるから、なんかその作家としての技量を高めるのは決して悪くないと思う。ただそれってあんま形のものじゃないんだよね。なるほど。だから そういうのって何なんだろうね。例えばなんか芸術家の人だったら、じゃあたくさんデッサン描いて絵描こうみたいなことっていいわけ、こういう時、うんうん、作家は何？ネタを考えまくる。考えまくるとか、ネタとか、とかそういうことなのかな。だからそういうことは悪くはない。自分でやった分にはいいんだ。そう、ストックしていくみたいなことはいいわけ。そういうのでいいじゃん、それは。そういうのはいい。そういうなんかストックしていくのはいいんだけど、なんかそれがなんか身になるかどうかとかではあんまないと。うん、悪くないね、それやること。はいはい、身にならないものストックしてくる。地獄ストックね。身にはなってんの。身にはないでしょ。自分のスキルという身にはない。そうそう。そういうね。なんかいわゆる形で目に見えてる資産とかそういうことになってないなみたいなことに繋がっちゃうかもしれない。はいはい、健康はどうですか。健康も。俺今年だいぶやばかったっす。気をつけない。実はこの2年間は去年と今年は健康は気をつけなきゃいけない。で出たっていうことはより気をつけなきゃいけないから。この病気に関して言う と、うん、とあ今年それがね、例えば去年病気になったり、うん、今年病気になったっていう場合は、うん、それをしっかり感知させることがまず一番。これはあちょっと治ったも大丈夫よりもあちゃんと感知させようと、うん、ちゃんと、まあ、例えば病院に行って検査しようとか、うんうん、しっかりとまだちょっと調子悪いなと思ったら、うん、もうちょっと様子を見ようとか、ちゃんと行った方がいいですね。そうそうそう、うん、
じゃないとね、長引く、どんどん。なんか、ちょっと治ったと思ったらまた。健康診断でも行こうと思ってて。あ、ほんと？ちょっとそうそう。確かに俺も今年から病気はちょっと今年は注意だね。うん。気をつけないと。病気怖いな、そろそろ怖いもんな。かなぁ、もともと、こういう時は。うん。まあ、悪い年じゃないんじゃない？悪そう頭かきながら言ってたよ、もう悪そうじゃないんだよ嘘つくときやっぱ頭かくかんで、星さんはそうね、だそういう時だね、うん、あとだからね、あの嫌じゃ、旅行とかもいい、こういう時は気晴らしみたいに、うん、まあ、なんかちょっと自分の時間、あのそういうふうに、目の前の何か仕事に追われすぎちゃった時とか、うん、なんかもっとお金稼がなきゃみたいな気持ちになっちゃってる時は、うん、一回そこから離れた方がいいだよね、だから旅行みたいなところって一回こう非日常になるから、はいはい、ちょっとそこから気持ちが、まあ旅行じゃなくてもいいんだけど、なんかこう非日常的な、うん、一回こうリフレッシュできる空間、うん、温泉とかね、うん、なんかそういうのがいいよね、うん、私は、うんうん、なんか進んでいってもいいよな、こういう時からどんどん行ってありがとうございます、はい、もうちょっと落ちてる、落ちてる、落ちてる、テンション落ちてる、落ちてないな、大丈夫だよ、俺のせいじゃないよ、これいけなくないよ、まあまあ、何もしないよこの後だからね聞きましたね、来年ね、これ取りましたね、来年ね、来年だ、回収としたよね、回収はだん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 ね、来年ね、だんだんだんどんどん遅くなってってんじゃない回収がどんどん見たはずなのに、一回ねだん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 、まあ来年とは言わないかもしれない、ちょっとだん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 来年も見たじゃん、ちょっと今来年も見たじゃんだんだんだから、だんだんね、でも言うてもね、別にそのわーってんじゃないけど、うん、でも着実によくあるでしょ、間違いです、そうそうそう、それは言ってでしょ、いいよね、そうそう、そうね、でも今年お金稼ぐ年にしたいなって1月思ったんですけど、うん、違うんだ、あでももしお金をまずこういう時に稼ぐのにあるなら、うん、むしろ貪欲さを捨てた方がむしろ稼げる、ウーバーとかはしない方が、ウーバーでバイトとかしない方がめっちゃ困ってる、そういうのめっちゃ稼ぎたいじゃん、なんで今作家とか一応やってんのに、おーそっち乗ってきてる急にウーバーやる、いいけど稼げるんだろうけどそういうことじゃないと思う、そういうことじゃないね、そういうことじゃないとね、稼ぎに行ってもいいんだ、隙間時間あったら1円でも稼ぐよりはいいものを作るのがいいんだよね、その方がお金になる、だから目の前のやつをコツコツやる、そうそう、だからお金を稼ぐのよりはめっちゃうまいやつね、だから簡単に稼げる方に行くとかじゃないってことですね、あ、もちろんもちろん、それはいいものを作ろうとか、あとは例えば分かんないけど動画見てる人に楽しんでもらおうとか、高橋さんや圭さんがやりやすい企画を考えようとか、分かんないけど、なんだろう、そしたら勝手に巡ってくる、そういう感じ、だからそっちの方がいい、だからお金って先行っちゃったりすると、なるほどね、なんかうまくいかない、なるほどね、なるほど、だからあんまりお金よりは、うん、そしたら意外と入ってきて、うん、だからその場合はあれ意外と入ってきたな、うん、で少なかったらちょっと相談しますわ、そのでもどうしようもがんじがらめなんで今年はって言ったら入ってくるかもしれないな、星さんから星さんから仕事がね、いや分かったよ、星さんが稼いだから送るよってね、そうそう、ちょ20万で少ないけどさって、なんでなんで、星さんが稼いでくれるからね、今年はそうそうそう、星さんがね稼げる年だから、そうだそうだ、じゃあまあおとなしく頑張るってことですね、そうそう、目の前のことを一生懸命やってくるって感じなんでね、健康の方が良ければもう何でもいいですよ、健康だから本当ね、しっかり直していこうね、逆にこういう時出てくるんで、健康の悪いところが、でも出てくるってことは、あのよく言えば早期発見みたいなことにつながるから、なんかそんな怖いね、それはそれで早期発見も、そうそう、だからあのなんてこういう時にちゃんと検査をするのは実は良かったりするから、そう、そうそう、今まで隠れてたものが見つかるから早く対処できて、その時はしっかり直してる、うん、それ一番大事、ありがとうございます、はい、ではお願いします、はい、1位、うん、1位違うかもしれない、ね、1位だけど5位になり得るとか言い出したあるかね、1位を外したら5位みたいな、1位は結構あるんだよね、お願いします、高橋さんです、はい、これはいいんじゃないですか、チームとしてなんか前、まあまあ、ね、そうね、それはいい、チームとしてはいい、だから俺何もしないでやっといてもいいんだろ、ちょっと待って待って、話を聞いてからにせえ、あ、そっか、話を聞いてからにせえ、はい、はい、いいんだ、いいね、うん、高橋さんは今年は、うん、まあやっぱ仕事だよね、これはね、仕事がいい、まあ簡単に会社でいう出世なんだよね、会社でいう出世、うん、ということは、うんうん、
こういう仕事の場合は、うん、認められる、評価される、有名になるみたいなことにつながりやすいよね。だから何かそういうことで有名になったり評価されたり認められたりがさらにこうどんどん進んでいったりとか、ほう、そういうふうなことが起こりやすいわけよ。なるほど。でこれはもう話せば話すほどって出てくるから、うん、もう表現すればするほどだよね。俺がアウトプットするほど、そうだからもう発信しまくれんな。そうだから動画やったりとか、今まで通りでいいと思うんだけど、うん、動画やればやるほど評価されたり、うん、有名になっていったり、うん、注目が集まっていったり、うん、まあ、しますよと。めっちゃいいじゃん。いいじゃん。だからやることとしては変わんねえの、変わんないと思うんだよね。ああそうなんだ、うん、特になんか新しいこと始めるとかじゃなくてはないね。ただとりあえず今までやってたのをやっとけば周りが勝手にこうついてきてくれるというか、そうそう、それがなんか有名になっていったりとか、みんなに見てもらえるとか、おう、はい、できるだけ高橋さんのはその時に楽しんでもらうなんだよね今年の。まあ今までもそうだと思うけど、楽しんでもらうとか、みんなにね、そう、あと明るくその場をするとか、はいはい、それがとにかく大事。なるほどなるほど。だからまあやってることにかなり近いと思うから、じゃあもう泣きさむねはなしです。泣きさむねはちょっと じゃあなしです。楽しんでもやんならいいけど、あれだ、本当になんかもう嫌で嫌で泣いてんじゃないですよ。あれ感動して泣いてるんです。冤罪さむね、冤罪さむね、冤罪さむねじゃないです。冤罪してました。あれは本当悲しいなみたいな。ちょっと前のあの息子の手術の時ね、あれ本当にあれは死んだいなみたいな。あれはしょうがない、あれはしょうがないでしょ。あれ YouTube が選んだんだから、俺選んだんじゃねえんだから。YouTube すげえ優秀だなと思って。そういう意味で。俺そういうつもりなかったのに、待ってこれめちゃめちゃ伸びるかもしれないって。ああ、そっか。あったかもしれない、当時ね。そうなんだ、いいんだ、仕事がいいんだ、とにかく。特に仕事だね、もう。仕事がいい方がいいよね。やることは変わんないんだもんね。やることはめちゃめちゃ一番いい。めっちゃ一番いいじゃん。今の中ね、セレブしなくていいんだ。楽しく。今まで通り。元気づけるみたいな。今まで通り。いいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。届けるみたいな。めちゃめちゃいいじゃん。最高やん。YouTuber としては一番いいよね、そう言われるのが。まあ、もしだよ、まあ、何かを意識するなら、有名になろうと思ってもいいわけ、別に。思ってもいい。だから例えばあえてそういうふうにもっと自分を売り出してみようとか、わからないけど、まあ、今のままでもいいんだけど、うんうん、なんかもっとなんかね、こう有名になるための何かを、じゃあ、あ、じゃあアクティブにそれ攻めてもいいってことだ。でもいいけど、まあどっちでもすればいい。別にやんなくても大丈夫。うん、だからもし何かやりたいっていうならそういう感じで、ただそれが、うん、変ななんかこうやらしさが出るんだったらやめた方がいいけど。出ちゃうんだったら出ちゃうでしょ。出ちゃうだって今更俺がなんかさ、なんか100万円企画とかやりだしたらさ、あ、それやらしさ出るじゃん。出ちゃう、それは、ね、うちはもうそういうのやってないから、ね、やめた方がいいでしょ。自然でいこう、自然でいこう、全体でいいとかね、うん、そうそうそう、ちょっと意識的にやっぱりもっと広がっていくような感じで、そうそれはいいと思う、うん、そういう活動は全然 OK、うん、でもまあまあ基本的には多分今のことをやっていったら、うん、おのずとそれが結果についてくるんだろうなって感じはすごくする。すごいなそれ、いいじゃん。なんかいいよね。健康ですよ、健康。健康も、あ、まあでもそんなに多少あるけど、でもそこまで気にならないね、へ、だからなんかあんまり悪いところが見えてこないかな。すげえな、それいいじゃん。今年めっちゃいいじゃん。何もねえじゃん。なんもねえじゃん。なんもないね。一番なんもねえじゃん。だからいいからね。悪いとこがないのね。まああとは、うん、そうだな、うん、こういう時にあるのが、うん、これ悪いって意味じゃなくていい意味なんだよ、うん、子供なんだよね、はいはい、子供との関係っていうのもすごいいい時なんで、いい時、まあそういうのをより大切にしていくとか、まあ、家族の時間ね。そうそうそう、まあ、そうするとそれはすごく、まあ、プラスに働くみたいなこと、うんうん、高橋さんにとって、うんうん、まあ、運気にもそうかもしれない、精神面にもそうかもしれないけど、うん、プラスに働くよって出てくるから、はいはい、まあ、そういう時間を、まあ、子供と遊ぶ時間や子供といる時間っていうのも、うん、今まで通りだけど大切にしていけばいいから、うん、今も取ってます。だからそれも今あえてやることではないから、うん、できてることだから、できてるっていうのは楽なんだよね、うん、ああ無理セレブしなくていいからね、うん、そうなんだよね。ああなるほど。じゃあ本当に今まで通りのことをやってたら結果がついてくるみたいなイメージなんだ、うん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 。あ、そう、もう一つあるとしたらね、これ今年に限ってないんだけど、うん、今年じゃない、30代っていうテーマがそういう少しそういうところがあるんだけども、うんうん、女性ファン、うんうん、そういうのも意識してもいいんだよね。え、ついに、うん、女性ファンを俺が意識するの。意識する。女性ファンを獲得しに行く。うわ、今年ついに今年に限ってないんだけど、あ、30代、俺は30代がいいんだ。そういうのもある。
女性ファン髪とかツンツンにしたときで、いやいやいや、女性やっぱツンツン好きかもしれない。めっちゃ指輪とか見つけてね、指輪好きかもしれない。女性が好きそうな髪の毛ツンツンで、なんかあのちょっとかっこいい顔で一回自撮りとか。あ、いいじゃん。そうだよ、たまにはね。自撮りはなんか前にちょっと違う。できないんだって俺。いやでもやった方がいい。できないんだよ、やった方がいい。唯一それがさっき人気を取りに行くっていう行動なんだよ。そうだよ、女性ファンを獲得するっていいじゃん。いや俺女性ファン、女性が好きそうなことを全部やるんだよ。だってそれなんかこれ背伸びになってないでしょ。それ仮に家族がいる場合っていうのはどういう女性ファンをこう、しょうがないってことか、浮気なんでそっち恋愛の言っちゃうファン獲得でしょ今。だって付き合うのに言ってて、ダメだ、そっちもいいよ。いや、いいくない、いいくない、ダメダメ。家族がいいっていうのは、いや、ダメ。確かにね、家族がいいって言うのでいいけど、ダメです。一回なんかしてもらって、ダメです。一応聞いてみたらいいでしょ。やばいでしょ。だからあれじゃないの、主婦の方のファンを取るとかさ、うん、家族、まあまあまあね、ね、まあ、ファンがね、そうそう、別にいいわけじゃん、それって。主婦ならいいね、主婦とかね。ううさ、なんかその結婚してる人でもね、うん、すごい人気ある人っているじゃん、はいはい、男性でも、女性から好かれる。なんかそういうキャラクター目指してみちゃう。なるほどね。でも確かに例年よくやっぱ女性で見てくれてる方増えたんだよね、パーセントが。前だってさ、3%5%だったの。今だって、そう、3%5%そんなことある。そうです。でも今も 10%から15% ぐらいだもんね。今女性見てくれてる。なんでだろうな。企画のテスト変えてねえけどな。ねえ。だから目指す場所はあれだよ、星野源みたいなところじゃないの。あー、かっこつけではないわけだからさ。確かにね。いいじゃん、星野源。星野源。やっぱ曲とかやってった方がいいっすからね。そうね、だからね。アーティスト的な意味でしょ。でもそれはいいね。確かにアウトプットいいって言ってたから。確かに。曲はね、やっぱ今年10周年なんで。やっぱお願いしますよ。いいじゃん、曲だ。ちょっとね、曲で曲いいねっていう意味ではそれじゃね、星野源だ。星野源さん目指すとこ、もうツッコミはやめて、星野源。いやいや、ツッコミ別にそんな俺みたいにリアクションやめろ。リアクションはやめるないし、あれ毎週やんなきゃ。あれ生きがいでやってるの楽しいから、2時間ツッコまなくていいよね、俺らボケてもカッコつけてこう、星野源だ、マルチな、マルチな感じ。じゃあ君らボケてる時俺ずっと横になってこうしてた。そうやったら人気なる人にクールだし。大丈夫そんなチームリーダー急に攻撃変わってんの。あいつめっちゃ女性ファン意識してる。全然一切つかないじゃん。盛り上がらない。盛り上がらないかもしれない。まあ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 ね。なるほどね、なるほどね。そういうのはいいよね。はあ、やってまあでも曲がね、今年ちょっと、うん、曲はいいのかもしれない。もうここ数年マジで出してないから、うん、いいじゃん。ちょっと出したいなっていうのはあったんだよね。うん、なんかいいよね、なんかスポットライトを浴びるっていうのはいいから、はいはい、なんかそういうふうに目立つような行動は悪くないんだよね、うん、なるほどね、ほうほう、うん、ただあの、なんか、うん、あの、まあ、なんか矛盾するかもしれないけど、うん、無理はしちゃダメなんだよね。あ、だからカッコつけるっていうことが無理だったら、やっぱりまず一回それに自分をそこにまず撫でさせなきゃ。自然でね、そう、家でそれを練習して、なるべくまで頑張った方がいいよね。まあ頑張ってみる。そう、当たり前になればいいよ。家で格好つけるの。そう、それが練習。まずはママシさんにそれで。そうそう。毎日なんか格好つけて。惹かれるでしょ。どうしたの？どうした？だんだんやっていこう。そう、そしたらマミシさんがすごい好きにまたなったとしたら、これはいけるなって。ああ、そうだ。なじゃん。そうそうだ。いけるなじゃん。いいじゃん。今もう結構いい感じだけど大丈夫。出会った方の気持ち思い出したって言ってくれたな。そうそうそう。言われるまで頑張ってますよ。それは頑張った。急にキモいという感じですけど、今の方向性でいいの？なんか方向ないですか？なんで俺そっち行かなきゃいけない？家事とか手伝わない方がいいかもね。逆に。ダメだろそっち。ちょっと昔に戻る感じね。そう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 。むしろ今ちょっとずつ俺頑張ってる。頑張ってる。週一でちょっとご飯作るにして。格好つけてる方に専念してほしい。ケイさんは頑張った方がいいよ。ケイさんはお腹強い時さ、つけてんだよ。あの写真ね、あんな人いる？ポッケ手突っ込んで片足立ちしてあれだよ、あれどんな時やってもカッコつけてる、カッコつけてる。僕はカッコつけてないですよ、今年僕は何しなくていい。おならは、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 ケイさんダメなんだ。した方がいい、した方がいい、した方がいい。僕はカッコつけちゃダメ絶対。じゃあさっきのやつダメ、ダメなんです。じゃあしなくていい、おならはしなくていい、した方がいい、おならはした方がいい。え、嘘。じゃあ違う方向で行くわ。格好つけない方向で行くわ。格好つけたおならってなに。
はい、じゃあどうすか、チームとしてはどうなんですか。だからやっぱ田口さんがいいっていうのは一番こう、まあ、全然チームで言うとリーダー的な人、主体的な人がいいのが一番、だから俺らあやかればいいんでしょ。そう、じゃあやかって今年は、だからあんまり仕事大してし、だから俺は仕事じゃないから、ここは遊びでやればいいから、うん、あやかって適当にやっとけば一番いいってことだよね、僕はね。全部遊びなんていいのかな、全部遊びってことですか、計算仕事も遊びね、サラリーマンのも遊びって、ね、そういうことじゃない、そういうことじゃない、そうだね、そうっすよね、それは違うっすよねそれ違うっすよね、すぐ手抜きなんです。占い師星さんは信じてるからね、僕ら信じてるから、他の星さんは信じてる、占い師 OSP 星は信じてる、信じてないけど占い師星はやっぱ僕ら信者だから、やっぱね信じてるから、当てるからね、いろいろ当ててるから、2人ともね、まあ確かにこうなったけど、うん、ケイさんもそうなってるよ、サインなんでかわいそう、サインだからまあ普通から、まあ、普通だけど、そうなってる、でも、うん、すごいね、可能性を持ってる運勢なんだよね、これ2人とも、だから面白い、今年じゃない、ケイさん今年じゃない、こうずっと長いスパンで考えてる、ケイさんも俺とあんま変わんないっすからね、ネット級、まあ多分あんま変わんないんだよ、だからサルさんに言ってるコツコツが今すごい僕に刺さるのよ、あだからあんまり近いんだなって、僕もだからあんまり手広くやりすぎず目の前のやつ今コツコツとっていう、そっちの方がいいね、だから近づいて今感じなんですけど、あってます、まあまあまあそうね、あんまりこう大きく広げようっていう時ではもちろんないから、うん、でしょ、それは全然分かってるから、まあ、それはしょうがないよね、目の前コツコツでいいんですよね、まあ、結構そのマインドだから今僕それでいい、まあいいですよね、はい、合ってる、ただ広がっていくんですよ、勝手にだから忙しくてストレスしない、今年はない、大変じゃん、コツコツやってれば勝手に広がっていっちゃうからね、え、俺は長くは、うん、俺は長く、ケイさん今長くは広がってくるんでしょ、うん、たっかいっすね、最近ずっと調子いいからな、俺ないんだよ、前回ないんだっけ、2、3以上、2、3位ぐらいか、確か俺4、5位行ってない気がする、そうね、あでも4位とかだったな、去年違ったっけ、忘れちゃった、当分はまあ大丈夫だよね、あ、そう、今こういう感じで行くんだ、もう今の感じでいいよね、今年はなおいいよね、だから頑張ってほしいね、出世してほしいよ、出世、出世じゃないよ、出世してほしい、出世ってもう20万、じゃ累計今30万人ぐらいね、登録してから、登録者が出世なんだ、そういう出世、なんだ、何が出世、何が出世、高橋さんにとっての出世は何、もう女性ファンか、女性ファン、星野源、女性ファン、女性ファンだな、星野源か、女性ファンだったらないやっぱ、キュウリだスパチャが出世だみたいに言ってましたよ、金じゃねえか、月にライブ配信に通ってそれで決めれないか、最低じゃねえ、俺スパチャで判断されてる感じするな、今回出世したね、クズクズクズ、急に全然今までと違うや、方向性がそんなクズでやってきてないんだよ、うん、俺ああ楽しみだな、うん、楽しみ、はい、うん、というわけで、はい、この1年も頑張りましょう、今回が本番ですよ、はい、今年は、はい、はい、それでよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、お願いお願いします、チャンネル登録お願いお願いします。